ストレッチやるか。まずは外周10周。嫌なら帰っていいよ。はい、スタート。どうも。うん、特別扱いはしないよ。いい返事だ。じゃあ行って。確か500、600はあるはずやな。ここの2人練習中は死後厳禁だ。1周追加。文句言うな。もう1周追加。白鷺くん、白鷺くん。大丈夫？起こしちゃって。寝てるって言ったんだけど、寮長さんが叩き起こしてこいって。着替えてラウンジに来るようにって言ってたよ。それから後悔したくなかったらシャワー浴びてから来ることだって。そう言ってた。練習きつかった？そう。頑張ってね。お疲れ様ー。よしきくんが起きるのを待ってたの。他にもやることあったから。それよりどう？ランプの練習は。大変そうだね。本当？無理してない？そうなの？ちょっと安心した。あ、用事があるのは私なの。衣装作らなきゃいけないでしょ。学ランのまま踊るつもり？まさか私たちがやるの。ペアを組む子が相手役の分も縫うんだよ。よしきくんは私と組むことになると思うから。私じゃ嫌？じゃあ手広げて。先輩？なに？何か手伝いましょうか。ああ、うん。それじゃあ読み上げるからメモ取ってくれる？はい。そこだ。いけみきちゃん、ガバッと。こうだよ、こう。寮長さん。さあ、みきちゃんも。いいよ、別に。大丈夫？調子悪いのかな？だってからかいがいがあるんだもん。すぐムキになるからかわいくって。はい、いい子にしてたご褒美。お腹すかない？もう食堂閉まっちゃってるからね。購買で買ってきたんだ、私のおごり。なんて偉そうに言うにはちょっとせこいけど、ちょっと多めに買ってきたからマサホも食べたら足んないでしょう。二人には頑張ってもらわなきゃいけないからね。さあ、食べて食べて。いただきます。二人ともおいしそうに食べるね。さて、お茶でも入れましょうか。私はいいよ。遠慮しなくていいのにねえ。いえ、お腹いっぱいだから。そう？あ、それおいしそう。食べちゃおうっと。食べちゃった。ちょっとたまもちゃんの様子を見てきます。何？どうしたの？ほのか。お茶暑いから気をつけて飲むんだよ。はーい。せやな、まあ昨日はきつかったし無理ないわ。おお任せ、ばっちり筋肉痛や。ははまあな、けど俺がケツまくるわけにはいかんやろ。お前の話を団長に持ち込んどいて、自分はきついからやめますってか？俺は負けん。シアのお姉ちゃんと手に手を取って踊るまでは。彼女候補ちゃんかも。さらば灰色の高校生活。揺れる目で翻るミニスカ、すべすべの太もも。つっかまんかい。さてアップしとくか。今日もきつくなりそうやし、しっかり体温めとかんと怪我するで。ああ、そこの二人。うっす。行きがかり上、君たちには手伝ってもらうから。おっす。執行部集合。グラウンドに案内してくれないか。お疲れ様です。おっす。よろしくお願いします。こちらこそ。じゃあ早速ですがペアを組みましょう。で、創部のお手本を見ながら実際にやってみて覚えていく。いいですか？ええ、あまり時間はない。急ぎましょう。始まるよ。大丈夫、すぐ覚えるよ。っていうか覚えさせられるよ。そうそう、うまいうまい。おはよう。お昼行こう。たまもちゃん、起きて、お昼だよ。眠そうな顔。二人とも全然起きないんだもん。先生たちも呆れてたよ。右に同じ。二人とも疲れてるんだね。私は午後も寝るわ。ほのか、ノートお願いね。しょうがないな。うん、分かってる。白鷺くんもね。二人とも頑張ってるんだし、私にできることなんてこのくらいだから。持つべきものは真面目な友人だわ。別に真面目ってわけじゃ普通だよ。どっかの普通じゃない二人から見れば十分真面目よ。私は真面目にやってるわよ。チアの練習をじゃあ私は真面目に授業を受けてノート取ります。鮮やかなコンビネーション。あんなに頑張ってるのは立派だと思うよ。今朝も練習きつかったの？同感。そうじゃなくても眠いのに。大丈夫よ。あんたに務まってるうちは。そう、目に見えて減ってはいないけど、私に務まってるくらいだもん。そんなにきつくはないわよ。ああ、いた！練習しよう。昼休みあと30分あるから練習しよう。え？なんでごめん？ごめんごめん。怒ってないよ。ちょっと焦っちゃってるだけ。引きつってた？まずいまずい、チアは笑顔を忘れちゃいけないのにね。あ、それより急いで。ん？ああ、大丈夫。下スパッツだから。サービスしちゃった。じゃあ、よしきくん借りるね。出発！先輩、何？私も行ってもいいですか？いいけど一人で？ええ、動きの確認だけならそれで十分ですから。じゃあ私やろうか。いいの？うん、立ってるだけでもいないよりマシでしょ。ありがとう、助かるわ。オッケー、じゃあ一緒に来て。ここでポンポンを交換ね。私が青、よしきくんが白。最初は私。それを2回ずつ繰り返して、次がウェーブ。ここでポンポン置いて整列してスライディングが入るでしょ。あ、そっちなんか盗作的な雰囲気が漂ってない？うわ、漂ってません、そんなのは。ねえ、シャーシー、人のことはいいから自分たちの練習してなさいよ。ほのかお姉さま、誰がそんなこと言うか。続けようか。ここで手をつないで。ちょっとほのか、よそ見しないで。うわ、ごシャーシー、泣き言言ってる暇があったらさっさと移す。お待たせ。はい。うんと濃くしといたから。いいの、気にしないで。私は自分が参加しない分、白鷺くんやたまもちゃんをサポートしたいだけだから。